ジェファーレ・スタップ・スコットは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手である。ポジションはフォワード。2014年に来日し、バンビシャス・ならに所属。翌シーズンは、大分、愛媛・ヒート・デビルズに所属。2016から17シーズンは、ジャパンプロフェッショナル・バスケットボールリーグの香川、ファイブ・アローズに所属。2017から18シーズンは、愛媛・オレンジ・バイキングスと契約。 オレゴン州ヒルズボロ出身センチュリーハイスクールでコンファレンスプレイヤー・オブ・ザ・イヤーなどを受賞2008年クラカマスコミュニティ・カレッジに進学しカンファレンストーナメントの MVP を2年連続で受賞2010年ポートランド州立大学に進学し2011から12シーズンのカンファレンスファーストチームなどに選出された2012年大学卒業後 インターナショナルバスケットボールリーグのセーラムに所属し、USBASKET.com 選出のオール、アイビルファーストチーム等を受賞。2012から13シーズン、ルクセンブルクの AS ソウルバーに所属。2013年、アイビルのバンクーバーに所属。2014年、オーストラリア QBL のロックハンプトンで優勝して、MVP 受賞。2014から15シーズン、 BJ リーグのバンビシャスならに所属し、レギュラーシーズン全52試合出場し、1試合平均18.5得点。2015から16シーズン、BJ リーグの大分、愛媛ヒートデビルズに所属し、50試合出場し、リーグ6位の1試合平均22.3得点、同5位の12.2リバウンド、同3位の2.0スティール、3.1アシスト。 2016から17シーズン、B リーグの香川ファイブアローズに所属。ヘッドコーチのジョーナバーロは、同郷でバンクーバー所属時もヘッドコーチだった。59試合に出場し、1試合平均19.5得点で、B2 得点ランキングで1位となる。2017から18シーズンは、愛媛オレンジバイキングスと契約。愛媛の前身は、大分、愛媛ヒートデビルズであり、 2シーズンぶりの復帰である。一試合平均22.1得点を記録し、2シーズン連続で B2 得点王を獲得した。また、リーグ4位の9.3リバウンドを記録。2018から19シーズンは、熊本ボルターズと契約。得点リーグ4位。2019から20シーズンは、愛媛と再び契約。11月23日の山形戦で、 トリプルダブルを達成した。シーズン1試合平均30.0得点でにシーズンぶり3度目の B にリーグ得点王を獲得した。2020から21シーズンは、茨城ロボッツと契約。ありがとうございます。